笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは株式会社砂田屋代表取締役の仁田内和子さんです。よろしくお願いします。お願いいたします。新亀屋さんが、はい、はい、三宮さんが、はい、すごくキュートでもなんか自分はあんな風になりたいと憧れの方です。そんな感じはないと思います。なったんですが、三田内さんもすごく素敵な笑顔の方でいらっしゃいます。ありがとうございます。先ほどお送りした曲なんですが、はい、中島みゆきの糸でした、はい、リクエストいただいたんですが、はい、なんでこの曲選んだんですか？なんかやっぱり縦の糸と横の糸のつながりとか、はい、そういうのがやっぱり人間にもこうつながりができるんじゃないかなっていうのとか、曲自体も好きですし、はい、作詞の方もいいなって思って、はい、さて砂田屋さんといいますとも酒ケーキがすごく私の中で印象が強いんですが、やっぱりお店としてもやっぱりもう代表的なお菓子という意味ですね。そうですね、亡くなった主人と2人で始めて一番先の代表的なものって言ったら、はい、やっぱり砂田屋といえばさっきケーキみたいな感じだったので、はい、あ、何を隠そう、私も20年ほど前結婚した時に引き菓子で使わせていただきました。ありがとうございます。本当によく使っていただいたんですよ。もうね、他県から来たのでなんだろうこの酒ケーキは、うん、わあこういうお菓子があるんだと思ったのを覚えていますけれど、自分たちも作った時点で、はい、主人はお米のイメージで白っていうことなので、カステラは卵を使わず卵白のみで作ってるから、ああいう風な白いカステラなんですね。色白ですよね。ですね、はい、食べたことある方も多いかと思います。いろいろちょっと伺っていきたいと思うんですが、仁田内さんご趣味などは、なんか無趣味みたいなんですけど、ちょっと今時間がないので、はい、趣味って働くことかなって思ってるんですけども、はいはい、お花いじりは好きなので、お花、はい、なんか最後の最後までお花を本当に大事にして、はい、短くなってもどっかに飾ってあげるとかっていう感じですね。 あと色の組み合わせとか、花が喜んでますね。そうでしょうか。いやでも素敵だなって今ね思って伺っていたんですが、さあでは次の質問です、はい、おすすめの花巻のお店はどこでしょう？はい、母ちゃんダースクが好きですね。ああもうね、はい、大きな3食ね、はい、母ちゃんハウスダースク野田にありますよね、はいはい、何買われますか？ほとんどやっぱり新鮮な野菜とか、 あとはお餅。ああお餅、あ、私ダースクでお餅買ったこといかない。あ、そうですか。美味しいですよ。そうなんですか、はいはい、なるほど。あ、今度見てみよう、はい、では次の質問ですが、はい、好きな花巻の風景はどうですか？やっぱり宮沢賢治に関係してる童話村とか好きですね。はい、宮沢賢治童話村ご紹介いただきました、はい、では次の質問です、はい、お仕事お店について伺いたいと思いますが、今店舗は全部でどことどこにありますか？石取屋が本店で、はい、あと三本柳二席の近くなんですけども、盛岡ですね、はい、そうですね、はい、あと元宮イオンの近くなんですけど、はい、私立病院の方が近いかな、ちょっとイオンより北側、そうですね、中の方にちょっと入ってる場所で見つけにくいと思います、はい、昨日おとといも宮古のお客様とか、はい、いらしてくださったりとか、はい、で道路新しくなると、うん、そっちの沿岸部のお客様たちもいらしてくださってるので、来やすくなりました、はい、時間的に短縮できると思います。実は私たちの前にですね、これはラジオでお見せできないすごい宝箱のようなお菓子の箱がありまして、いろんな種類のお菓子が入っているんです。そうですね、ちょっとこれ紹介していただけます、はいはい、県内産の食材を使うっていうことで、はい、今取り組んでるのが、はい、岩手地産宝飾祭菓っていうコンセプトの下でお菓子作りやってるので、はいはい、いろんなところの産直だったりとか、はい、産地にうちの専務が出向いて、はい、その食材探したりとかっていうのをして、お菓子の中に取り入れて作ってるっていうのがその岩手地産宝飾祭菓です。この宝飾祭菓が宝を食べる彩りのお菓子と、すごい素敵なお名前ですよね。このお菓子の箱の中にたくさんいろんな種類が入ってます、はいはい、例えばどういう、宮古もありますし、はい、あと住田町のものとか、住田町、はい、何を使って、パフですね、玄米、はい、玄米です、はいはい、あと
盛岡だったら米粉を使ったりとか、豆粉っていうお菓子です。あ、粉は米って米の粉ですね。はい、これもモナカなんですけども、はい、モナカとかお醤油の、醤油の味ですね。どこの醤油ですか？これそれは浅沼さんかな。浅沼さん、はい、これは盛岡ですか？盛岡ですね。あと矢巾町だったり、これこっち味噌ですね。味噌の、はい、でこっちもモナカ。モナカ、ここはあの和紙の絵が。そうですね、それはこれくず巻きさんの牛乳ですね。あ、まあ、岩手の素材がすごく美味しいものいるのかだと思うんですが、はい、ピックアップこれを選ぼうとかっていうのは実際行かれたりして決めるんですか？そうですね、専務が食材探しに行ってますので。実際行かれて？そうです、そうです。狩る前に行って猿梨をそのご夫婦の、年配のご夫婦のとこから仕入れてきたりとか、あと滝沢のものだったりとか、スイカだったり、いろいろ。そうですね、もうスイカの時期は終わっちゃったんですけど、これからはさつまいもが出るので、スイートポテトとかそういうのに、ポテトも出してるんですよ。あの滝沢のお芋さん使った。へえ、うん、ってことはあのこの地域で作られてるこれっていうだけじゃなくて、実際作り手の顔も見えてるつながりがあって。そうですね、はい、はい、はい、もうつくづくそのこの岩手地産宝飾祭館に取り組んで、岩手県広いなって思いました。花巻だけでも広いのに。そうですね、県内だって軽米行かれたり、はいはい、行って、れたりとあと岩泉のヨーグルトを使ったり、うん、あ、岩泉とか一時期そうだったじゃないですか、はいはいはい、だからそっちのヨーグルトを使った岩泉ヨーグルトタルトなんですけど、それは去年知事賞いただいて、あとはユダのヨーグルトも全然違うんですよね、同じヨーグルトでも。あと大野のヨーグルトだったりとか、ちょっとその活動すごいですよ、うん、だからだって、ね、沿岸ですね。そうですね、沿岸だったり内陸の方だったりとか。そうですね、じゃあもう全部足を運ばれて作り手ともうお話しされたりする中でいろんな材料を取り入れて新しいお菓子を、うん、そうですね、そういういろいろな地域とつながりのあるお菓子を宝飾祭館という名前でいろいろな、はい、まあ、お菓子ごとに名前が違うわけですけれども、はいはいはい、今もパッケージもね、白ベースだったり緑ベースだったり透明だったりいろいろあるんですけれども、いろんなデザインのいろいろなお菓子があるわけで、はい、岩手県内の市町村かなり網羅してきて。そうですね、はい、あの焼き菓子だけじゃなくて、はい、ケーキにもその食材としてお野菜使ったりとか、そういうのもあるので、季節ごとのケーキを出してるもんですから、はい、楽しいですね。食べるのも楽しみです。そうですよね、はい、で作る方もどんどんまた新しいものがじゃあできていく感じですかね、うん、これからも、ね、作ると試食が回ってくるのでそれちょっと嬉しいですね。じゃあそういうのは専務がいろいろと考えられた、はいはい、そうですね。そして、はい、あのお写真の方も結構力入れたりとか。部長娘なんですけども、はい、すごいこだわって写真を撮るときはいろんな食器だったりとか、その背景だったりとかっていうのもそのストーリー性の中に入れて写真撮りしてますね。カメラマンにこういうふうな注文、こういうふうに撮ってくださいっていうふうな注文はかなり担当です。そうです、そうです。なるほどね。素材を作るね、はい、材料作られる方々もすごく喜ばれてると思うんですけれども、地域のお菓子を、ね、はい、いろんなところを使うようになって、はい、震災がきっかけ。そうですね、はい、東日本大震災の時にあの一番先に取り組んだのが和菓子って、輪っかの輪、輪っかの、はい、そうなんですよ、はい、だからその輪が広がっていくようにっていう意味を込めて専務が始めたんですけども、やっぱり岩手元気にしていこうよ。そうですね、はい、でそれが輪っかだけじゃなくていろんな形に変わっていってってことなんで、で今も進化している、はい、でこういうあの宝飾祭館というシリーズというか、はい、いろいろなお菓子もあるんですが、それ以外に実はクラウドファンディングにも今年、はい、挑戦されて、はいはい、あの有名な鮭ケーキがさらに進化。そうですね、はい、昭和の鮭ケーキが平成、令和、はい、令和元年で変わるんですけども、はい、それも楽しみです。はい、二戸の南部美人さんとか八幡太一の和紙農さん、沿岸の方では釜石の浜千鳥さんとか、あと陸前高田の水仙、
あと内陸の方だと月の和さん、女性都市さんの月の和さんとか、はい、あとは盛岡の菊の司のそれぞれのお酒とか使った小房総の酒ケーキなんですよ。一つ一つ、はい、そうです。じゃあ味比べができるってことですか。それなので利き酒ではないんですけどもそういう感じで本当いろんな味しますね。香りとか例えば焼酎使ったり、はい、それぞれの蔵元ごとに違う、はいはい、味、そうですね、お酒も違う、はいはい、そこの蔵元さんの特徴をケーキの中に取り入れて、うん、味もそれぞれですね。クラウドファンディングで東京とか大阪とかの方たちも楽しみにしてるよって言っていただいてるので、うん、協力してもらって、はい、そうですね。これ個包装ということは、はい、6種類セットだけじゃなくて個別にも買えるんですか。そうです、そうです。岩手のお酒を全国に発信したいっていう目的もあるみたいですよ。海外の方もお土産にもなんかいいですよね。ちょっとまだそこまでは考えてないんですけどもまず岩手から、ね、あの関東だったり関西だったりっていう方面の人たちに食べていただきたいなって思ってます。石取屋は酒祭りがあって私も行くんですけども全国のお酒試飲できるんですよね。だからそっちの方でももしかして興味持ってくださる蔵元さんとかなんかもいらっしゃればそのお酒で作るっていうことも可能なんですよ。すごいことになりそうですどんどん広がっていきそうですね。それも対応しますよって専務は言ってるんですけど、はい、じゃあちょっと興味持って食べたいっていう方はすぐ砂田屋さんに行きましょう、はい、わかりました、ありがとうございます。さあでは次の質問ですが、はい、座右の銘、好きな言葉を教えてください。あ、人生は常に燃える火である。かっこいいですねなぜこの言葉選んだんですか。たまたま花巻温泉の蔵に書家さんたちのものが飾ってあった時に、うん、見たんですけど、で欲しいなと思ってそれを購入して、自分のお家の玄関に飾ってます。でもご自身もやっぱりもう常に燃える火という感じじゃないですかちょっと消えかけてるかもしれないです。全然そういう感じはしません。なんかもう燃えてる感じ。すっごく優しい側の方なんですがすごくあの何でしょう、なんか強い火が燃えてる感じが、うん、燃え続ければいいんですけどね。燃え続けてください。はい、はい、さあ、あっという間に時間が来てしまったんですが、はい、じゃあこの辺りでお友達のご紹介お願いします。はい、あのライオンズでもご一緒だった花巻の小屋田さんの小瀬川さん、はい、お願いします。小瀬川陽子さん、陽子さんです。はい、はい、あの株式会社小屋田取締役専務、はいはいはい、どんな方ですか。やっぱりあの女性として輝いていらっしゃいますし、先輩、女性としての先輩でもあるので私も見習いたいなって思っておりました。はい、小屋田の取締役専務小瀬川陽子さん、はい、11月28日ご出演 OK ということで伺っております。はい、花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいとも in 花巻は株式会社砂田屋代表取締役、すっごく素敵な笑顔の似たない和子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。